皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健ですこれより建築地震応答評価入門その10の2として建築物の東海地重度計縮薬の後半についてお話しします今回は建築物の東海地重度計縮薬について解説します後半の内容ですはじめに炭素変身系モデルの東海地重度計縮薬について解説します ここでは単層変身系モデルの各モード応答の主軸の概念について説明しますその後これを用いた等価値重度系モデルの運動方程式の誘導を行います次いで多層立体骨組みの等価値重度系縮約について説明しますその後静的線形解析を用いた等価値重度系縮約について解説します 最後に数値解析例を示します。ここでは6層のセットバックを有する骨組みを対象とした解析例を紹介します。ここでは合昇過程が成立するものとします。加えて地震度は水平二成分入力とします。これより左に示す単層変身系モデルについて解説します。モデルの質量は床レベルに集中するものとします。床質量を M。 床の回転完成質量を I とします。地震動は水平に成分有力とします。床の水平変位ベクトルを式1の dh 床の水平復元力ベクトルを式2の frh で表します単層変身系モデルの所言をこちらに示します先ほど出てきた通り質量を m 回転完成を i とします X 方向合成を KX Y 方向合成を KY とします重心に関するねじり合成を Kθ とします変身距離をそれぞれ EX と EY 重心に関する弾力半径をそれぞれ JX と JY としますなお重心 G と合心 C は図中に示す通りですこれより単層変身系モデルの 応答の主軸について説明しますまず固有値解析より固有モードベクトルを求めます得られた固有ベクトルをこちらの式3で表します固有値解析に先立ち質量マトリックスと合成マトリックスを示しておきます質量マトリックスはこの式4で表されます対角項には XY 方向では質量 M 回転に関しては回転完成質量 I が入ります 次に男性合成マトリックスはこちらの式5で表されます。これらを用いた固有値解析の式は式6で表されます。これを解くには3次方程式を解く必要があります。ここでは数値的な解析により得られたとして話を進めます。得られた固有モードベクトルより第 i 番目のモードの回転中心 Oi の位置を こちらの式7で定義します。ここで単層変身系モデルの固有モードを図に示します。先ほどの式7で出てきた回転中心の位置はここになります。第 I 番目のモードでは、点 OI を中心に回転するように単層変身系モデルが振動すると捉えることができます。 ここで重心の動きに着目すると第 I 番目のののモード応答の主軸方方向向は重心の動く方向となります。この方向が x 軸となす角度を ψ i とすると t の ψ i は式8で表されます。加えて重心と i 番目のモードの回転中心 Oi との距離はこちらの式9で定義されます。 なお第 i 番目のモードがねじれの全くない準平子の場合このローアイは無限大となりますこれより x 軸から任意の角度 ψ に対する透過質量 mi スターを考えますこれは角度 ψ の関数となりますはじめに方向ベクトル α を式10で定義しますこの時刺激係数ベータ i は こちらの式11で表されますこれも角度 ψ の関数ですこれより透過質量 mi スターはこちらの式12で表されますここで式12より透過質量 mi スターが極値すなわち最大ないし最小となる角度を求めます極値を求めるため透過質量 mi スターを ψ で微分しますこれより こちらの式が得られます。したがって、タンジェントのプサイとしては、式14に示す2つの値が得られます。このタンジェントのプサイですが、両者の積は -1 となります。言い換えれば、この2つの方向は互いに直交します。式14の2つのプサイに対して MI のスターを求めます。 はじめにタンジェントプサイコールマイナスファイ YI 割るファイ XI の場合では、透過質量は式15で得られます。この方向は第 I 番目のモード応答の主軸方向となります。一方、もう一つのプサの場合には、式16に示すように透過質量は0となります。 言い換えれば ψ が式8の ψ i と等しいとき、Mi スターが最大となります。言い換えれば第 i 番目のモード応答の主軸方向は透過質量 Mi スターを最大とする方向となります。そこで以下では一次モードに着目して一次モードの主軸方向を U 軸主軸直行方向を V 軸とします。 その時の方向ベクトルである αu と αv はともに式17で定義されますこの時 u 軸に対する一次透過質量 m1u のスターは式18となり一方の v 軸に対する一次透過質量 m1v のスターは式19に示すように0となります以上の準備に基づき 東海地重度計モデルの運動方程式を導出しますはじめに単層変身系モデルの非線形運動方程式はこちらの式20で書くことができますここでマトリックス CH は水平減衰マトリックスですここでは比例型減衰とみなせると仮定しますここで地震動を U 軸成分と V 軸成分で表している点に留意してください ここが重要なポイントになります。東海地重度計モデルの運動方程式を導出するために、ここで仮定を入れておきます。はじめに一次モードと2次モードの主軸方向が互いに直交するものとします。次に u 軸への一方向入力に対しては一次モードで応答し、v 軸への一方向入力に対しては2次モードで応答するものとします。 さらに2方向同時入力の時の応答は1次モードと2次モードの和で禁似できるものとします。先ほどの仮定により水平変異ベクトル DH は式21により水平復元力ベクトル FRH は式22によりそれぞれ禁似的に表されると考えることにします。 ここで U 軸に対する一次モードの刺激係数 β1u7 v, v 軸に対する二次モードの刺激係数 β2v はそれぞれ式23で表されます。かつ一次モードベクトルと二次モードベクトルについて非線形領域においても式24の関係が成り立つものとします。これは固有モードの直行性です。水平減衰マトリックスについても近似的に成立するものとします。 単層変身系モデルの運動方程式である式22、式21と22を代入しますそうすると式25が得られますここでこの赤色の部分が一次モードに関する項この緑色の部分が二次モードに関する項となりますこれより固有モードの直交性を使って一次モード成分のみを残します そのために式25の両辺に左側より一次モードベクトルの点値をかけて式24を考慮します。そうすると式26のように左辺側は一モード成分に関すする項のみが残りますここで V 軸は U 軸に直行することから式16より式27の関係が成立します。すなわち式26の右辺のこの項が0となります。 加えて、U 軸に関する一次透過資料 M 1 u スターは式 28U 軸に関する一次透過減衰係数 C 1 u スターは式29でそれぞれ表されるのでこれらを用いて式26を整理するとこの式30が得られます。これが一次モードの等過一重時重度計の運動方程式です。 ここで単層変身系モデルの一次モード系と等価値重度系モデルの関係について見ておきます。図 A に単層変身系モデルの一次モード系、図 B に等価値重度系モデルを示します。単層変身系モデルの一次モードの主軸方向を有軸方向とすると、一次モードの等価値重度系モデルは有軸方向に振動します。 加えて単層変身系モデルの一時モードの回転中心の位置 O1 は等海一重度系モデルにおいて振り子を固定している点に対応します次は多層立体骨組みの等海一重度計縮約について説明します左図に示す骨組みを対象として説明します質量は床レベルに集中しているものとします床質量を MI、 床の回転質量を ii とします。地震動は水平に成分入力とします。床の水平変異ベクトルは式31の dh で表します。一方、床の水平復元力ベクトルは式32の frh で表します。ここで水平変異ベクトル dh と水平復元力ベクトル frh の各成分を示しておきます。水平変異ベクトルの 各成分は式33に示すすりですベクトル DX が各階床重心の X 方向変位ベクトル DY が各階床重心の Y 方向変位ベクトル DC ー Z が Z 軸周りの回転角を表します同様に水平復元力ベクトルの各成分は式34に示すとおりとなりますベクトル FRX が各階床復元力の X 方向成分 ベクトル FRY が各階床復元力の y 方向成分ベクトル f r タ z が各階床復元力の重心での z 軸周りのモーメントとなります。なおここでは z 軸周りのモーメントを fmz で表しています。これはモーメントを表す m を今回は質量で多用しているためこれと混同するのを防ぐためです。 多層立体骨組モデルの質量マトリックスはこちらの式35で表されます式35のサブマトリックスはこちらに示す通りです M0 は各階床質量を対角項に並べたマトリックス I0 は各階床の回転完成質量を対角項に並べたマトリックスとなります 次に、第 I 番目のモードベクトルです。左図に示すような多層立体骨組みモデルの固有モードは、式37に示すように、X、Y 並びに Z 軸周りの回転で表現されます。モードベクトルの各成分は、式38に示す通りです。各々のベクトルが各界成分を持つベクトルとなります。 多層立体骨組みの場合一次モードの主軸方向が x 軸となす方向すなわち u 軸の方向は式39により表されます。これを用いて u 軸並びに v 軸の方向を表すベクトルは u 軸に関するベクトル αu は式 40v 軸に関するベクトル αv は式41でそれぞれ表されます。以上により、 多層立体骨組みの非線形運動方程式はこちらの式42で表されます。先ほどの単層変身系モデルと同じ過程により一時モードの東海地重度系モデルの運動方程式を導くとこちらの式43により表すことができます。これより静的非線形解析を用いた多層立体骨組みの東海地重度系縮約について解説します。 めに仮定です1つ目は各ステップの一次モード系は水平変異ベクトルと相似とします。2つ目は各ステップの一次モードの主軸方向は各ステップの一次モード系に基づき定まるものとします。言い換えれば U 軸の方向は各ステップで変動することとします。この仮定より 一時モードベクトルは式44により水平変異ベクトルと一時等過変異より表すことができます。ここで一時モードの主軸方向について見て見おきます式39に式44を考慮すると各ステップにおける角度 ψ 1のタンンジェントが式45より得られます。 後々を考えて角度 ψ1 の cos と sin の式を出しておきます式45から角度 ψ1 の cos が式46角度 ψ1 のサインが式47でそれぞれ表現できます一方各ステップでの1次モードの刺激係数を n のベータ1 u で表すとこれは式48で表現できます ここれより各ステップでででの一時透過質量は式49で表すことができます。とがきま以下式44を用いて式49を書き換えます。式49に式44を代入します。そうするとこちらの式50が得られます。式50に n ステップでの水平変異ベクトルの各成分を代入します。そうすると式51が得られます。 そこで式51に、先ほど求めた角度 ψ1 の cos と sin、すなわち式46と式47を代入すると、n ステップ目での一時透過質量が式52の形で得られます。ここで一時モードのねじれ指標を、この式53で定義します。この式53より明らかなように、このねじれ指標を R ロー1は仮に全ての回で回転成分がゼロ、すなわち準平心の場合にはゼロとなります。式53で定義した一次モードのねじれ指標を用いて式52を書き換えます。そうするとこの式54が得られました。式54のこの部分はねじれがないとき、すなわち準平心時の一次透過質量の項となります。 一方こちらの項はねじれによる一時透過質量の低下を表す項となります先ほど述べたように順平衆の場合はねじれ指標 r ロー1が0となるのでこの部分が1となりますこれより一時透過変異 d1u スターの式を導出します一時透過変異は式55で表されます 式55に式44を代入すると式56が得られます。式56に式52を代入して整理します。これにより式57が得られました。これが静的非線形解析に基づく一時モードの透過変異の算定式となります。 同様にして、一時透過加速度 A1 u スターの式を導出します。一時透過加速度は式58で表されます。式58に式44を代入すると、式59が得られます。式59に式52と57を代入して整理します。これより式60が得られました。 これが静的線形解析に基づく一次モードの透過加速度の算定式となりますそれではこれより数値解析例を示します解析対象とするのはこちらの L 字型の平面を有するセットバック骨組みですこの骨組みに対し変異モード強制型静的全動細化解析を行いその結果に基づき透過地重度計縮約を行います なお、この解析例では、x-y 平面を独立な平面骨組みとしてモデル化した擬似立体骨組みとして解析しています。こちらに平面 y1 と平面 x1 の軸組み図を示します。この骨組みモデルでは、x-y 両方向にセットバックを有します。1層の階高が4.0メートル、2層以上の階高を3.2メートルとします。 すべての光面は針降伏線光の全体降伏機構となるように設計していますこちらに各部材の復元力特性を示します針と柱の視線形特性は曲げのみ考慮することとしますそのため線および柱の軸方向変形は断性挙動とします骨格曲線はこちらに示すように三折れ線でモデル化しました 加えて履歴特性は、マギ破壊型の RC 像部材を表すモデルを用いました。こちらが断製時の1時から3時までのモード系です。断製1時モードの主軸方向は、X 軸から時計回りに63.6度の方向です。平振とねじれの混ざったモード系です。1時モードのねじれ指標の値は0.308です。 一方、男性2次モードの主軸方向は、X 軸から半時計回りに26.4度の方向です。一次モードに対し、ほぼ直行する方向となります。2次モードのねじれ指標を1次と同様に計算すると、0.022となりました。次に、男性3次モードの主軸方向は、X 軸から時計回りに63.5度となりました。一次モードとほぼ同じ方向です。 三次モードのねじれ指標を計算すると2.377となり他の2つと比べ最も大きくなりました。ここに縮約して得られた一次モードの倒下加速度と倒下変位の関係を示します。本解析では最上階変位が0.3メートル、すなわち建築物高さの1.5%に至るまで解析を行いました。図より明らかのようにこの建築物の一次倒下加速度は 4程度で頭打ちとなりました次に一時透過質量の変動を見ることとします縦軸に各ステップでの一時透過質量を建築物全質量で割ったもの横軸に透過変位を示しますこれより透過質量は変位の増大とともに緩やかに変動し全体的に増加する傾向を示していることがわかります 次に一次モードの主軸方向について見てみることとします縦軸に一次モードの主軸方向が x 軸とナス角度 ψ1 横軸に等価変異を取ったものをこちらの図に示しますこれより等価変異の増大とともに一次モードの主軸方向が急激に変動し y 軸方向へ前進していることがわかります男性時からの変動は20度以上となりました 次に一時モードのねじれ指標の変動を示します。図より透過変異の増大とともに、ねじれ指標は減少傾向にあることがわかります。このことが透過質量の増大の要因となっています。ここで一時モード系の変動を示しておきます。こちらに示すのが断正時の一時モード系です。一方、こちらが解析終了時、 すなわち最上階変異が建築物高さの1.5%に達した時の変形分布ですこれより各階床の変異はおおむね Y 軸に平行な方向かつねじれの程度が小さくなっていることが確認できますこのことからねじれの生じる立体骨組みの東海一重度計縮約においては視線形領域での一時モード系の変動の評価が重要であると考えられます 以上、解析のまとめです。ここでは、セットバックを有する6層 RC 像骨組みを用いて、変異モード強制型静的全動細化解析による、透過一時誘度計縮約を行いました。この解析では、透過変異の増大とともに、一時モード系が変動しました。具体的には、透過変異の増大とともに、一時透過質量が増大しました。一方、一時モードの主軸方向は急激に変動しました。 その変動は男性時から20度以上となりました加えて一次モードのねじれ指標は糖化変異の増大とともに減少しましたこれが糖化質量の増大の要因となります以上のことから糖化一時度計縮薬に際しては一次モード系の変動の評価が重要であると考えられます以上後半のまとめです ここでは建築物の等価値重度計縮約について説明しました。はじめに単層変身系モデルの等価値重度計縮約について説明しました。ここでは単層変身系モデルの各モード応答の主軸の概念について説明しました。これに基づき等価値重度計モデルの運動方程式を導出しました。次いで多層立体骨組みの等価値重度計縮約について説明しました。 加えて静的線形解析を用いた多層立体骨組みの東海地重度計縮薬について説明しました最後に数値解析例としてセットバックを有する6層骨組みの解析結果を示しましたねじれの生じる立体骨組みの東海地重度計縮薬においては一次モード系の変動の評価が重要となります そのためには、非線形領域での一時モード系の変動を考慮した性的線形解析、すなわち変位モード強制型性的全像最下解析が有用であると考えられます。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。